お疲れです。さあ本日は、質問コーナーのね回答編をやっていきたいと思います。でね、あんまりね尺稼ぎたくないんで、今回真面目にね答えていきたいと思います。ゲームを教えてください。でね、動画にでもしてると思うんだけど、ハニプレ、プロセカ、ガルパ、スプラトゥーンとかかな。ネックレス、いくらでくれます？これだよね、ネックレスってこういうやつなんだけど、ただの十字架なんだけど、あげません。好きな曲を教えてください。夜にかける以外で。え、待って、なんで夜にかける以外なの？ハルジョン。部活何やってましたか？あれですね、メーン。そのゲームでミスることあるんですか？いや、ミスすることなんてめっちゃあるし、なんならミスの方が多いからね。かっこどげの、まずプロセカだとエナナン、ハニプレだとセナ、ガルパだとモカちゃん、スプラトゥーンだとイカリング。初恋はいつですか？もうね、小学校1年生の時かな。好きなタイプ、もうあれですよ、あれ、足が美しい人。ハニプレとかプロセカとか音ゲーを始めたきっかけは何ですか？もうね、普通にね主流に乗りたかったっていうのが本音かな。もう男、女ですね。彼女はいますか？いません。この世で一番好きな曲は、いや、もうあれでしょ、夜にかける。服はどこで買ってますか？こういう服に関してはネットが多いかな。田舎じゃね売ってないからね全然。ハニプレは今何時間ぐらいプレイしてますか？いや、ハニプレあんまやってないからな。まあ50時間ぐらいかな。この2は何？身長何センチですか？170センチ。いや、これはね、壁に穴開けてスマホ用のスタンドつけて、スマホつけてバーン。咲夜さんがいつも燃えそれにしてる理由を知りたいです。まあ、最初に出したのが確か譜面動画だったと思うんだけど、その時のね、コメント欄に結構好きっていうコメントいただいてたんで、まあずっと続けてるって感じですね。まあ新しいスタイルとしていいんじゃないかなと俺的には思ってるんだけどね。服のサイズは、いや、服のサイズはね、大体ね、これですね。質問に答えるためのライブは予定されていますか？今答えてます。あなたのアバターをファンアートに使ってもいいですか？ OK。 もしよければあなたのチャンネルを共有したり話題にしてもいいですか？ OK。 あなたのチャンネルについて話してもいいですか？ OK。 好きなゲーマーと実況者さんはいますか？いや、もうこれあれよ、もう、え、これ言っていいのかな。え、いいかな、言うよ、最後の締めだから言うよ、言うよ。昨夜。